はい、田村です。今日は一杯のかけうどんということで、高畑不動、そうですね、京王線の高畑不動駅内にあるかけそばさん、かけそばでうどん屋さんといえばそば屋さんですよね。まあこれ、多摩動物公園に行くね、途中で、食べたんですけどね。はい、これチーターですね。はい、ということで、今回はね、そばじゃなくて高畑そばなんですけどね、そばじゃなくてうどん食べてみました。で、まあもう基本僕はね、子供の頃は、まあ子供みんなうどん好きじゃないですか。まあだからそばじゃなくてうどん、僕はね、立ちそばっていうとうどんっていうイメージがすごく強いんですよね。中学生ぐらいの時かな。まああんまり僕外食って中学の時も高校の時もしなかったんで、まあ食べると言ったらラーメンか、立ち食いそばのうどんを食べるという感じで、で当時はね、うどんはうどんもそばもね、タレ同じでしたよね。タレっていうか汁ね。でやっぱり東京のよくありがちな甘辛という感じなんですけどね、普通はね。ここ私ね、確かね、あまりね、ここそんなたくさん食べてるわけじゃないんで、あんま記憶ないんですけど、うどんとそばはちょっともしかして汁違ったかなっていう、ちょっと薄味な感じでちょっと甘めな感じがしたんですけど、そばも同じだったかな。もう一回食べないとね、昔はこういうのね一発で分かったんですけどね、最近ね食べ歩きやってないもんでね、まあちょっとね、舌も鈍ってるかなと、感じですけどね。はい、うどんはね茹で置きでそんなにコシあるって感じではないですね。まあ、立ち食いさんの場合はね、うどんそんなにやっぱりコシがあるところはあんまりないですよね。それはしょうがないっていうことで、まあまあ普通かなっていう感じですかね。またね、で立ちそばでもこうやってね、海藻乗ってたりとかもしてますからね。うん、ということで、はい、今日は簡単に記録として残しました。以上です。